じいちゃん、キンちゃんが帰ってきたんだ。俺たちに任せろ。じいちゃんを説得してやる。頼む、キンちゃんの弟子入りを許してやってくれ。お願いします。わしは今後弟子は取らんと言ったじゃろ。伊佐酔久右衛門の二の舞を踏むわけにはいかんのじゃ。でも金ちゃんとあの狐野郎全然違うだろう。取らぬと言ったら取らん。わしに意見とは生意気な。ラスト忍者を解き伏せたいのなら少しでもわしを超えてからにしろ。ふん、ボーン、ピュー。おじい様。じいちゃん、正直打つ手なしって感じ。そうでしょうか。おじい様は解き伏せるつもりなら少しでもわしを超えてからにしろとおっしゃってました。それって一点だけでも超えればいいとも解釈できます。だが今すぐ超えられる点などあるのか。やあスター忍者、二人で終わりの手裏剣を狙うという話、さすがに答えは決まっただろ。あっしの答えはこれでございやす。手裏剣チェンジ。おーへっへっへっ。一瞬でも迷ったあっしがバカでございやした。たとえ弟子入りできなくとも、伊賀崎の皆さんと敵であるおめえさんと、組む気はありやせん。残念だな。君はもう少し頭のいい人間だと思っていたが、僕につくべきこともわからないのかい？おめえさんなど、ラスト忍者様に従えなかった、忍者のなり損ないにしか思いやせんね。はぁ、プシュ。君は彼のことを買いかぶりすぎだ。ドーン。実際彼に従わなかったのは僕だけじゃないよ。昔彼が手なずけられなかったお供人がいたんだ。弟子だけでなく自ら作り出したお供人にも見限られた。それがラスト忍者の間抜けな実態さ。そのお供人ってのは、天空のお供人と呼ばれた代物さ。ま、君は君の選択を後悔しなければいいね。プシー、天空のお供人。ラスト忍者の称号を得るために祖父の志継ぐ5人の孫たち。倒す相手は恐るべき敵、戦国最強騎馬鬼剣月。アメリカから来たロックなあいつは忍び慣れ度のパーリナーイ。最強我ら人忍者、天下無敵忍者パー、手裏剣戦隊忍者。ダダダダダダ、大空かける、風を切り、高く強く五色の誓い、はためかせ、正義の手裏剣、輝きを抱きしめて、ぶっ飛ばせ未来へと、マジだぜ、ガチだぜ、たちまち参上。最強我ら人忍者、変化自在忍ジャパン、夢の敵、やっつけちゃって懲らしめちゃって、サイサイサイ、さあ飛べ我ら人忍者、熱き絆忍ジャパン、つなげ手裏剣戦隊、わしょい忍者、忍者。ポポン。ジャパン。親方様、
妖怪を自らお作りいただき、伊賀崎の連中との対決の幕引きとさせていただきたく存じます。よかろう、軍師つごもり正影、お前の思うように使うがいい。ははー、ブシー。ご家老、これは一体。親方様のお力で上級妖怪を作り出し、伊賀崎の連中を消す。今まで伊賀崎の連中と戯れてきたのも、すべては布石よ。ディッシュディッシュディッシュ。ブーン。ご家老、わしの仕事はいかようなものでござるか。伊賀崎の忍びの者の息の根を止めよ。ふぅぅ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 ぅドカーンバーバーン、バスガス爆発。ぼちゃがた、あそこでございます。ふぅぅ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 ぅ、よし、行くぞ。あ、うん。行くぞ、猿妖怪。けぇ、猿妖怪ではない、上級妖怪、ヌエでござる。ドン。あ、じゃんけん祭りだ。最初はグー、じゃんけん、ポン。俺が出したのはグーに当たるハンマーだ。パーに当たる盾を出したやつの勝ちだ。俺たちの動画も見て、今日も元気に行くぞ。うわーはっはっはっは。再現戦隊マサトシマエタの活動は、メンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう。もしかあの子が好きならば、てんてってん、よろしくお願いします。前田でした。